位弟兄姐妹，我们在座的长子负责人，大家平安。兄弟姊妹の方々、また長老執事、皆さんに平安がありますように。感谢主，我们今天是安息日，能够在这边来聚会敬拜神。感謝のことに今日は安息日で皆さんここに集い主に礼拝することができました。愿主耶稣祝福大家。主のが祝福してくださいますように。我们在传道书第七章里面，伝道の書の七章にありますが、有两句话，二つの言葉があります。早上我们谈到第一句，就是不要放在心上。午前は心に留めないという言葉についてお話ししました。那第二句话就是要放在心上的。二つ目の言葉は心に留めるという言葉です。第七章的第二节里面，七章の二節にあります。就是我们要把生死人生的这个问题啊放在心上。人生の生死についてのことを心に留める。那我们先另外来看这个传道书的第九章。まず伝道の書の九章を見てください。第九章的第一节，九章の一節。传道书第九章第一节，伝道の書九章一節。我将这一切事放在心上，私はこのすべてのことをことに心を持ち入ります。我们人活在这个世界上，私たちはこの世に生きています。一般都会把比较重要、难忘怀念的事放在心上。普通は重要で忘れがたいことを心に留めます。父母亲爱自己的儿女，親は自分の子供を愛します。因为他是你的心肝宝贝，というのはあなたの宝物だからです。夫妻因为有这种恩情所以会把对方放在心上。夫婦はそういう気持ちがあるので、相手のことを自分の心に留めています。在传道书第九章第一节，伝道書の九章の一節ですが，他说我将这一切事放在心上，私はこのすべてのことに心を持ち入ります。传道书是所罗门他人生的经验谈，伝道書のはソロモンの人生 の、 経験談です。所以在第八章的十六节里面，ですから八章の十六節に，说他专心用智慧来看世界上的事情，知恵を持って地上にすべてのことを，有些事情他不能了解，知らないこともあります。十七节说他看神一切的作为，十七節ですが，神のもろもろの技を見ましたが，他知道人在日光之下所做的事，人がこの日の下に行われていることを知っています。有时候我们人也不了解的，私たちも理解できないことがあります。我们人没有办法全部都知道，人間は全てを極めることができません。包括你的未来，あなたの未来のことを含めて。所以第九章第一节就是说你，我要把这一切事放在心上。ですから九章の一節、すべてのことに心を持ち入ります。因为在第九章讲这一句话的时候，九章でこの言葉を発したのは，在第七章跟第八章，七章と八章の中で，都已经提到，すでに，包括我们刚刚看的第七章第二节说，人有生有死。先ほど読んだ人に生と死があります。你什么时候出生，什么时候离开这个世界，いつ生まれるか、いつこの世を去るか，这个时间你不能掌握，私たちはこの時間をコントロールすることができません。你也不能了解，また理解もできません。那第七章第八节讲，七章の八節ですが，事情有开始也有结束，ことごとに始まりもあれば終わりもあります。那事情的终局强如起头，その終わりが始まりよりも，那到了十三节，十三節になると，说你要来查看神的作为，神の御業を考えみよ，神让他弯曲的你不能变为直，
神の曲げられたものをまっすぐにすることができません。哦，那十四节说你亨通的日子你喜乐。十四節、殉教の日には楽しめ。哦，但是你患難的时候你要思想。逆境の日には考えよ。人生有顺境有逆境。人生に殉教もあれば逆境もあります。有平安有苦難。平安もあれば苦難もあります。有时候你遇到地震海啸。私たちは時によって地震や津波に出会います。忽然间发生的变化。突然に現れる変化によって。你都不知道明天要发生什么事。明日どんなことが起こるかわかりません。所以第八章就讲。ですから八章では。他说人哦，要辨明时候跟定理。人は時と。哦，第八章的第七节、第五节。八章の五節ですが。哦，人要辨明时候跟定理。人は時と方法をわきまえる。哦，第六节说各样事物成就有它的时候跟定理。独説ですが、すべての技には時と方法がある。但是这个时候定理哈，你没有办法去掌握它。しかし時と方法を私たちは司ることができません。虽然今天有的妈妈要生孩子。今日お母さんが自分の子供を産みます。有的人想说，什么时间算好好的？一番いい時を選びました。哦，现在还有几点几分几秒开刀？あるいはいつ何時 何分何秒に手術を受けます。他说那个时候出生是最好的。その時が一番いい時だと。这是用人的方法。それは人間の方法を使います。但事实上，这个时候是人去定。しかしそれは人間が定めた方法です。但是事实是神在掌握。しかし実際に神がコントロールされます。你认为那个时间命最好？その時が一番いいと思います。也不见得了。そうとは限りません。那有时候你想说人很平安。人が平安だと思いますが。但是你已经没有明天了。しかし明日もすでにありません。那这个时候定理谁在掌管？その時のその方法は誰がコントロールされますか？我们应该要认识天上有一位神。天にいます父、神がいらっしゃることを知るべきです。所以当你活在这个世界上。この世に生きている間、你要把信仰、把神的作为放在你的心上。信仰また神の技を自分の心に留めるべきです。哦，所以这个第九章第一节就是说，这一切事你虽然不了解，但是你要放在心上。九章の一節ですが、すべてのことは理解できないんですけれども、心に留めなければなりません。哦，所以《生命记》第八章里面讲。新命記の8章では、所以以色列百姓离开埃及。イスラエル人たちがエジプトを脱出しました。他们过红海走旷野啊。航海を渡ってアラノを渡りました。本来进迦南地的路很近就到了。カナンの地に入る道は短くてすぐ行けるところでしたが。结果绕了40年。しかし40年の間も使って。本来路是直的。もともと道はまっすぐ。可是圣经说神叫他们走弯的路。しかし神は曲げた道を指示されました。目的就是要学习。それは学ぶためです。让他们有机会去学习。彼らに学習、学ばせる機会を与えられました。学習敬畏神。神を敬う。学習怎么征战。また戦いどうやって戦うか。哦，学习这个当中。为什么要走这个路呢？どうしてこの道を渡るのかと。如果没有神的帮助，神の助けがなければ，他们可能早就被灭掉了。とくの時にもう滅ぼされるでしょう。所以圣经里面说，你们要思想神的作为。ですから神の御業を考えようと聖書が言われました。神的作为有多方面的。神の御業はいろいろな方面があります。如果用自然界来看，自然界から見れば。你今天看到春夏秋冬，春夏秋冬の違うが、你看到日出日落，また日の出が日が沈むこともあります。哦，为什么太阳这个时间出来？どうして太陽がこの時に出るのか？时间到就下山。時間が来ると沈むのか？哦，为什么雪是白的？なぜ雪が白いものですか？为什么秋天的时候枫叶一转变就变红了？
なぜ秋になるとカエデが赤くなるんでしょうか？这个小小的花朵。小さな花が。它开出来就是红的、白的，颜色很漂亮。咲いて赤かとても綺麗な色を咲いています。为什么你的头发会长长？なぜあなたの髪の毛が伸びるのか？那你的眉毛都是这样。しかし眉は同じ形。为什么会这样？なぜでしょうか？虽然有些时候你不了解。まあ知らない時もあるでしょうが。但是神有神的安排。しかし神にはそのなりの方法があります。同样鼻子都可以呼吸，为什么一定要朝下？朝上不可以吗？鼻は呼吸ができますが、なぜその穴は下に向いているのか？哦，当然你的鼻子也可以朝上。もちろん上に向いてもいいんですが。但是下雨的时候就麻烦。しかし雨が降ると大変です。如果你没有伞的话。もし傘がなければ。为什么耳朵一定要向前？で、耳はどうして前に向いているのでしょうか？也可以一前一后，不是更清楚吗？一つが前に、一つが後ろのもいいんじゃないですか？有些时候你会觉得神这样造化，神的创造其实很奇妙的。神の創造は本当に不思議なものです。同样一个种子撒下去，同じ種がまかれます。为什么辣椒就是辣的？どうして唐辛子が辛いでしょうか？为什么西瓜是甜的？で、スイカは甘いでしょうか？为什么葡萄有这么漂亮的颜色？ブドウにこんなに綺麗な色があります。而且果实累累。またいっぱい実っています。たくさんのブドウが。但是苹果只有一粒。しかしリンゴが一つ。有些时候你想一想，真的很奇妙。那本当に不思議だなと思います。这是神的作为。これは神の見業です。你真的要感谢。本当に感謝すべきです。我们有信徒去住院的时候。ある信者が入院した時。因为呼吸困难。呼吸が困難によって。才想到说，哎呀，装氧气要钱呢。酸素をつけるのがお金がかかるということが分かります。医院很贵哦。病院は高いです。那我们今天这样呼吸很自然。しかし私たちは自然に呼吸をしています。这个是神的作为呢。これは神の見業です。你阳光、空气、雨水都不用钱呐、啊。太阳も空気も雨も全然タダでもらっています。所以他想到神的作为很奇妙。本当に神の見業が不思議だなと思います。让我们生存的环境。私たちが生きている。都有神美好的安排。神のいい見計らいがあります。这是神的作为。これは神の見業です。那神的作为还有，我们终身的事在神的手中。私たちの一生の間のことも主の御手にあるという見業があります。昨天已经过去了。昨日は過ぎ去りました。那今天摆在我们面前。今日は目の前にあります。明天如何你不知道。明日はどうなるか分かりません。虽然你有你的安排。あなたはちゃんと計らいがありますが。但是有时候计划赶不上变化。しかし計画してても変化によって変わることがあります。最近台湾有这个普悠玛的火车出轨。台湾ではある普悠玛列車が死了180多个人。脱線されて、で、18人。18人も亡くなりました。当中有一个家庭。その中で一家族がいます。13个人死了8个人。13人の中で8人が。因为这13个人是参加婚礼的，参加婚礼。13人は結婚式の披露宴に行きました。然后他们就是婚礼结束了要回家。結婚式が終わって家帰ろうとしている。13个人剩下5个。13人の中5人しか残っていません。这个很意外。8人も亡くなりました。本当に意外なことです。非常非常意外。本当に想像できないことです。你平平安安的，忽然间发生什么事？你都不知道。平安無事なのに、いつ何が起こるか分かりません。人没有办法掌握自己。人間は自分の司さる努力ができません。真的是计划赶不上变化。本当に変化によって何が変わるか分かりません。所以有时候我们人这样想。人間はこう思いますが。我们人真的很脆弱。本当に人間は弱いものです。我们应当要信靠神。神に。信仰して頼るべきです。神に敬うべきです。因为神定人的脚步。
というのは私たちの足は神によって定められます。当你出生的时候，あなたが生まれる時から、可能你住在不同的国家，違った国に住んでいるかもしれません。但是你慢慢长大，しかし大きくなることについて、今天你来到日本，今日あなたは日本に来ました。或许你讲几年就回去了，何年後に自分の国に帰ろうとしてます。可能你读书工作，仕事して勉強して、但是没有想到你在这边定居了，しかし思いがけなくあなたはここに住み着きました。那这个是谁在安排的呢？これは誰の見計らいでしょう、の計らいでしょう。虽然你有你的人生的目标，もちろんあなたには人生の目標があります。但是是神在带领你的脚步，しかし私たちの歩みは神によって、这个都是神的作为，導かれます。これは神の御業です。你看这个约瑟，ヨセフの例を見ましょう。他小时候被哥哥卖到埃及呀。小さい時兄たちにエジプトに。他也没有想到要去埃及。エジプトに行くこともは知りませんでした。结果做奴隶。しかし奴隷になって。后来受冤枉又下监牢。無罪冤罪に被って牢屋に入れられました。之后又当宰相。その後総理大臣になりました。这个人生变化很快。人生の変わり目が本当に早いものです。那也因为这样，兄弟家人可以团圆。それによって家族兄弟たちが一緒に団らんすることができます。所以当他回过头想，振り返ってみると、他想人生这一条路，人生のこの道は。虽然有不同的过程跟不同的阶段，いろいろな過程や段階があったとしても、但是他相信神的意思是好的。神の元々の意味は素晴らしいものだと信じました。我们活在这个世界上，私たちはこの世の中に生きています。我们周遭的环境里面，周りの環境で，我们人生有不同的变化。人生にはそれぞれの変化があります。但是我们要相信，しかし信じなければならないことですが，这都是神的作为，すべてが神の御業です。包括你出生，あなたが生まれることも，包括你什么时候要离开这个世界，いつこの世を去るかも，你人生不同的阶段里面，人生の異なった段階においても、神都有他的作为，神のそれぞれ見業があります。因为我们一生的事都在他的手中，というのは一生の間すべてのことは神の御手にあるからです。所以你要把它放在心上，ですからこのことを心に留めましょう。你心中就是尊主为大，神を崇めましょう。我们有一个信徒，ある信者在海边，他有鱼池鱼温在养鱼啦，海辺に魚を飼っている池があります。结果很奇怪，他的鱼哦，一条一条都翻肚了，肚子上都快死了，要死不活的。この魚は死にかかっています。所以他就捞起来，捞起来就卖卖卖。それでその魚を隔壁的没有信耶稣的就笑他了。隣の人が信者でない人が笑いました。所以你们的耶稣都没有看过你呀。あなたのイエスはあなたを顧みていない。一直死掉。なぜ飼っている魚は死にかかっているのか。卖卖卖就卖卖快卖光了。最後まで売りました。隔壁的人一直笑他。隣の人はずっと笑いました。说你信耶稣都白信了，耶稣都没有看过你呀。イエスはあなたのことの面倒を見ていないのか。但是他也没有埋怨神。しかし彼は全然不満不平を言いませんでした。那别人要笑我，没有关系，神跟我同在。人に笑われても構いません。神がいらっしゃるからです。你卖东西赚钱或亏本都是神的美意呀。損しても儲かっていても神の御旨があるからです。結果過一兩個禮拜，2週間経つと，台風来了，台風がやってきました。結果那個隔壁的魚都跑光光，隣の人の池の中の魚は全部逃げ出してました。因為海水倒灌又台風，台風が来てまた海の水が入り込んで、鱼都跑掉了，で魚は全部外邦人逃げ出しました。異邦人が就在那边
看那些鱼都不见了。そこでまあ魚が一匹ずついなくなるを見て、卖都来不及呢。それをあの売り出そうとしても間に合いませんでした。哦，那反过来就讲了。逆にそう言いました。还是你们的耶稣。やはりあなたのあのイエス。比较厉害。すごいなと。如果你们没有耶稣，你怎么知道台湾要来？もしイエス様がいらっしゃらなければ、なぜ台風が来ることがわかるでしょうか？有时候是神保守我们。本当に神様が見守ってくださいます。所以我们都不必埋怨。ですからあの不満不平、顺境也好、逆境也好、順境でも逆境でも、哦，你都感谢神。すべて主に感謝します。神有他的作为。神にあの見業があります。有的人遇到患难。ある人があの遇到病痛。悩みやあの病にかかってます。就像一根刺也是神的恩典呢。トゲでもあの神の恵みです。我曾经遇到一个信徒。このあの信者がいました。我是到医院去访问他。私はあの病院で見舞いに行きました。他是车祸啊，这个骨头都断了，肋骨都断了。事故であのあばら骨が全部あの折れました。这个头哦包到尾了。頭も全部包帯で、包まれました。差不多剩下两个眼睛。目だけ見えます。啊，我就跟他啊安慰他，为他祷告。それで慰めてまたお祈りしました。原来他开卡车啊。もともとあのトラックを運転してます。刹车不及，刹车没有办法控制好，就撞到另外一辆。ブレーキがかからないうちにあの別の車にぶつかりました。哦啊，他那个车头又卡车的车头又是扁的。そのトラックのあの前の部分もぺちゃんこになりました。撞到这个肋骨都断了。それで自分のあばらもね。内脏也受伤。まあ、内臓もあの傷つきました。啊，我们去看他的时候，他就讲。まあ見舞いに行った時彼は言いました。我很久没有去教会了。私はしばらく教会に行ってない。已经十多年了呢。十数年も経って。那这一次我因为刚好车祸被送到这个医院，刚好医院有在布道会。今回は医院的布道。あの事故でこの病院に来ましたが、たまたまあの教会あの布道伝道会がありますこの病院に。所以他就坐轮椅来聚会了。それでまあ車椅子に乗って集会に行きました。反正身体受伤包起来了。まあ、体があの傷があって、包帯されました。两个眼睛可以看。しかも目は見えて、耳も聞くことができます。哦，所以聚会完就回去他的病床。集会が終わって自分のあの病床に戻りました。过不久。しばらく経つと。也复原了，就出院了。よく回復してあの。退院しました。哦，那一次我刚好派到他家乡那个教会林恩布道会。その時私はあの彼の故郷のあの教会にあの礼恩会のために行きました。那因为现在都一个健健康康平平安安的人，所以我认不出以前他包头包围那个人。あ、今はあのとても健康な体ですから、あの包帯で巻いている、状況。他就过来跟我打招呼。彼挨拶に来ました。他说：“你记得我吗？”覚えていますか？我说：“你是谁啊？”あなたはどなたですか？他说：“我就是什么时候住院那个人。”私はいつあのどこの病院に入院している人ですよと。我说：“哦，你我知道你属这个教会。”あなたはこの教会に属していることがわかります。感谢主，我以前都不来教会的。感謝のことにあの今まで教会に来ませんでしたが。我才感受到神的恩典跟保守。後になって神の見守りとあの恵みを感じました。现在全家都到教会了。今全家族は教会に来ています。结果那一次灵恩会，他祷告得圣灵呢。そのとあの礼恩会の時、哦，他本来以为说主耶稣已经忘记他了。もうイエスに見捨てられたと思いましたが。我说主耶稣不会忘记你。イエスはあなたのことを忘れることはありません。是我们忘记神。私たちが主を忘れます。主耶稣不会离开你。イエスはあの離れることはありません。是我们离开了神。私たちが主を離れます。所以他又重新得力，发起热心。ですから力を得てまたあの主のために熱心になりました。所以你要把神的作为、神的恩典放在心里。ですから神の見業、神の恵みを心に留めましょう。感謝主、我们每一天也要想到神的爱。
感謝のことに私たちも毎日主の愛を思い出すべきです。看雅歌。雅歌を見ましょう。雅歌第八章。雅歌の8章。第六節。六節。雅歌八章六節。雅歌の八章六節。求你将我放在心上如印记。雅歌在讲男女的爱。雅歌にはあの男女の恋について話されています。其实是讲基督跟教会。実際はキリストと教会の間の関係を話しています。主耶稣爱教会。主は教会を愛されます。就是爱我们每一个属神的儿女。神に属するすべての人たち、神の子を愛されます。他把我们放在心上。私たちのを自分の心に決められました。印のように他不会忘记我们忘れることはありません。因为我们每一个人都是神所宝贵的。私たちはみんな神の宝物だからです。我有一次遇到一个慕道朋友。ある時ある求道者に出会いました。我问他说你为什么会来教会。なぜ教会に来たのかと聞きました。他说我觉得你们教会哦唱诗很好听。あなたの教会の、まあ、その賛美歌の声が素晴らしいと思いました。听到这个歌词哦也很感动。その歌詞を聞いてとても感動しました。但是我会来教会有一个原因啊。しかし教会に来たまあ、原因があります。我一直在想。ずっと考えています。我们人活在这个世界哦。まあ、人間はこの世の中に生きています。哦，你看那个母鸡生小鸡啊。メンドリはひよこを産みます。哦，大象生小象。大きい象は子象を産みます。哦，母牛生小牛。メスの牛は子牛を産みます。每一只鸡每一只象每一只牛都一样。牛や鳥や、まあ、それぞれ但是有一天哦，我发现自分の親に似ています。这个人哦，每个人的脸都不同。人間はなぜ顔が就是指纹也不一样。指紋も違います。双胞胎也有差别。双子でも違いがあります。所以他说他一直在想。ですからずっと考えています。神怎么这么奇妙？神はどうしてこんなに不思議だなと。他就想到说每一个人都是特别的。ですからみんな特別だなということが分かります。每一个人都是神所爱的。みんなが神に愛されています。所以你不要忽略自己。ですから自分をおろそかにしてはいけません。你不要忘记你跟神的关系。神との関係を忘れてはいけません。哦，因为你在神的眼中都是唯一的。神の目から見ればあなたは唯一であることです。事实上是这样子。事実はそうです。我们看耶伯记。ヨブ記を見ましょう。第七章。七章。耶伯记第七章。ヨブ記七章。第七章的十七节。十七節。第七章十七节。七章十七節。人算什么？你看他伟大，将他放在心上。人算什么？人は何者でしょうか？太空人登陆月球的时候。宇宙人が。美国那个太空人登陆月球的时候。アメリカ人が。哇，他们在月球上。月に。还特别读了诗篇第八篇呢、啊。特に詩篇の第八篇を読みました。有人说诗篇第八篇叫太空篇。ある人はこの詩篇の八篇が宇宙の歌。因为在太空上念的。というのはそれがスペースで歌われたからです。但是问题是他们念这一段的时候。しかし彼らがこの書を読み上げた時。就是说人算什么？人は何者であるか。但是神真的看他伟大。しかし神によって私たちは大きいものです。其实如果以太空来讲，人非常微小的。地球宇宙から見れば本当に人間は微小なものです。但是神把我们放在心上。しかし私たちは神に、の心に留められています。他用永远的爱爱我们。永遠の愛を持って私たちを愛してくださいます。所以当保罗被主拣选的时候，パウロが主に選ばれた時、他就讲。彼が言いました。我今天成了何等人啊。私はどんな人となったか。哦，真的是蒙神的恩才成的。本当に神の恵みによって。所以他后来为主传福音。ですから後彼は主のために福音伝道をしました。而且他常常想到神的爱。しかもいつも神の愛を思い起こしています。他说主的爱激励我。主の愛に激励されて。他也说主的爱是长阔高深。主の愛はいかに長くて広いものでしょうか。所以当你想到神的爱。
ですから神の愛を思い起こすときに私たちも主あの神を愛することができます。神の愛を起こむ你又去爱人思うと人を愛すことができます。因为神的爱在我们当中というのは神の愛が私たちの間にあります。也让我们都能够在一起私たちも一緒にいることができます。今天我们的教会今日私の教会无论你是哪一个国家どんな国の人でも你哪一个民族どの民族でも你是什么肤色あるいはあの肌色がどんなものであっても你什么语言どんな言葉を使っても虽然文化不一样文化が違っても但是我们都是因为主的爱私たちはみんなあの神の愛大家能够在这个爱的团体里面愛の団体に一緒にいる能够在神的家里面神の家に这个就是属灵的教会ここは霊の教会です有的人说你们的教会好像都是黄皮肤的あなたの教会の人たちがあの黄色い肌色がの人が多いなと其实我们教会不分肤色実際にあの私たちの教会は肌色に変わる非洲的弟兄姐妹アフリカの信者もいます。印度的弟兄姐妹。インドの信者もいます。他们虽然皮肤是黑的。肌が黒いんですけれども。有的信徒是白人。あるいは白人もいます。虽然我们同样都是黄皮肤。私たちはまあ黄色い人種ですが。可能不同国家。しかし国が違います。但是你当大家聚在一起。しかしみんな一緒に集まると。一句ハレルヤ。あのハレルヤという言葉で耶稣的愛主の愛が就把我们聚在一起啦私たちを集められました外邦人不了解的啦それは異邦人が理解できないことです那怎么奇怪你们信耶稣的人ハレルヤ都通了なぜあの主を信じている人がハレルヤでつながっているのか他说那个是你们的暗号吗それはあなた方のまあそのまあ说那个不是暗号パスワードですかそうじゃないです那个是全世界都可以赞美神的话それは全世界で神を褒めたたえる言葉です因为我们是以灵相通以爱相系私たちは霊と愛によってつながっているので那因为我们每个弟兄姐妹都领受过神的爱あの兄弟姉妹たちもみんなあの神の愛をいただいているので所以我们会去关心别人人に関心を寄せることができます我们会爱教会教会も愛することができます也会爱这个需要福音的人また福音を必要としている人を愛することができます。所以你无论教会设在哪里ですから教会がどこにいても我们就是要传福音私たちはあの福音を述べ伝えるべきです福音就是好消息嘛福音というのは良いメッセージです福音就是在宣扬神的救恩神のあの救いの恵みを表すものです就是你要把耶稣的爱传给人すなわち神の愛を人々に伝えることです把耶稣的平安把他的恩典传给人神のあの平安イエスの平安と恵みを人々に伝える所以保罗他常常这样讲パウロはよく言いました主耶稣的爱激励我啊主の愛によって私が激励されます所以我们弟兄姐妹做圣工没有计较的ですから兄弟姉妹はあの見働きに携わっていても我们弟兄姐妹看到教会买会堂奉献也没有谈条件的教会があの教会堂を買う購入するとまあ、条件付きということはなく献金しますというのは神に愛されているからです那我们会报答神的爱私たちは神の愛に報いります所以主耶稣对彼得讲主はペテロに言われました说你爱我吗私を愛しているのか你爱我你要牧养我的羊私を愛しているなら私の羊を養いなさい所以这个就是教会的责任これはあの教会の責任です也是主耶稣给我们的使命私たちがあの主に与えられた使命でもあります。所以我们要常常把神的爱放在心上。ですからいつも神の愛を自分の心に留めるべきです。我们再看生命记。生命記を見ましょう。生命記32章。生命記の32章46節。46節。生命記32章46節。32章の46節。我今日所警教你们的，你们都要放在心上，吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空，跟你们没有关系的事，乃是你们的生命。在你们过约旦河要得为业的地上，必因这事日子得以长久。
哦，这里四十六节说把神的话放在心上。46節ですが、神の御言葉を心に収める。我们现在很多教会如果新受洗的都会送他一本圣经。たくさんの教会は新しくバプテスマを受けた信者に聖書をプレゼントします。聖書は読むべきです。要读。見るべきです。要思想。考えるべきです。要遵循。また守るべきです。有一次去一个牧刚信主的家访问。ある時、まあ、信者になったばかりの信あの訪問に行きました。因为他很忙啊，忙得都没有时间看圣经。忙しくて聖書を読む時間がありません。他就问他说：“你有没有看圣经？”聖書を読んでいるのかと聞きました。他说：“有啊，有看，看封面跟封底。”見てますよ。也是有看。表紙と表と裏しか見ている。只有看这个封面。中を見ていない。也是有看圣经啊。それも聖書を見ています。但是没有去了解。しかしちゃんと我们要了解神的话。御言葉を悟るには你就是要来聚会。それは教会に自己要来なければなりません。要想。自分の要去做。読んで考えてまた守る。这样神的话就应用在你的生活上。そうすると御言葉は実行できます。你看以色列百姓哦。イスラエル人たち。因为他们离开神以后。神を離れた後。被掳到巴比伦去了。バビロンに捕らわれました。他们那时候才想到神的话很宝贵。その時初めて神の言葉が重要であることが分かります。所以当尼希米拉、以斯拉。ネヘミヤやエズラ。把他们带回来的时候。連れ戻した後。他们就开始读圣经了。彼らが聖書を読み始めました。而且立志哦，立志。またこの志を志して。要去考究、遵循。よく考えて守るようにと。因为以前他们的祖先呐，都忘记神了。祖先たちが神を忘れたからです。所以就不守安息日。ですから安息日を守り、也不敬畏神。神を敬いません。结果婚姻上就混乱。ですから婚姻のことも乱れになって。结果本来是神。的百姓，もともと神の民ですが，变成跟世俗外邦掺杂在一起，異邦人と同じようになって。所以圣经告诉我们，聖書曰く，神的话你要昼夜思想，神の御言葉を夜も昼も。以前我们教会在推动读圣经呢，まあ教会ではよく聖書を読もうと、まあ三つの言葉あります。叫做人人一经。一本圣经，人人一经。みんなそれぞれ聖書を持っています。天天读经。毎日聖書を読む。读遍圣经。聖書を読み通す。大家都推动哦。それでそれはまあ一つの運動として、一日三章読みます。圣经总共有1189章。聖書では1893篇あります。三章差不多一年了，就读完了。一日三章読むと。一年で終わり。或者你一天读15分钟。あるいは一日で15分間読みます。你早上起来读也可以。朝起きてもいいし。晚上要睡觉以前读也可以。夜寝る前でもいいです。那你读完祷告睡觉。読んだ後お祈りして寝ます。一年也可以读一遍。それでも一年で一通り読むことができます。我遇到一对夫妻啊。ある夫婦に出会いました。他说他每天都读圣经。毎日聖書を読んでいると。但是另外他会加一个就是读真言了。しかしその別に箴言を一章読みます。比如说今天是27号。例えば今日は27日だとすれば。那他今天一定要读真言27章。今日は箴言の27章を読みます。明天是28号。明日は28日だとすれば必ず28章を読みます。読んだ後また考えます。他每次都不一样哦。毎回違います。而且箴言一年就读十二遍。箴言も一年で12回も読みました。他不止圣经读一遍，把箴言读十二遍。聖書を全部読んだだけではなくて、箴言も12回読みました。而且把它记在心里。心にも留めました。好像哥罗西书三章十六节。コロサイ書の三章の十六節に書かれているように。说我把神的话丰丰富富存在心里。御言葉を豊かに自分の心に留めます。那你不是存在心里而已哦。心に留めるだけではなくて。有时候你在生活中遇到什么事。
生活に何かがあったとき、神的话也会安慰你。神の御言葉に慰めることもあります。会鼓励你。励まされることもあります。让你在心里面会有一种感动。それでまあ感動が湧いてきます。好像主耶稣曾经对门徒讲。イエスも弟子たちにこう言われました。说圣灵会指教你们。聖書は聖霊はあなた方を教えられます。让你们想起我所说的话。私が言った言葉を思い出させます。所以耶利米书。ですからエレミヤ書で。15章16節。15章の16節。他说我把神的话当作食物来吃。御言葉を食物として食べます。吃了以后，食べた後，会成为你心中的欢喜快乐。自分の心の喜びとなります。那另外就是说，我们今天对神的话，你要放在心上。私たちも今日御言葉を自分の心に留めるべきです。马拉基书第二章里面讲。マラキ書の二章の中で。你如果放在心上，もし自分の心に留めれば，这个就是你的福分。それはあなたの幸いとなります。如果你没有放在心上，もし心に留めなければ，你的福分变咒诅了。あなたのまあその幸が呪いに変わります。看马拉基书二章二节。マラキ書の二章の二節。二章二节。二章の二節。万军之耶和华说：你们若不听从，不放在心上。把荣耀归给我的名，我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅，因为你们没有把诫命放在心上，所以我已经咒诅你们。神的话你没有放在心上。御言葉を自分の心に留めないので。你没有去做啊。実行していない。所以就是福分，本来是福分嘛，变咒诅。元々の祝福が呪いに。好像第三章里面讲说十分之一。三章の中で十分の一ということ。那这个十分之一是神的物啊。十分の一は神のものです。神的物就归给神嘛。神のものは神に帰すべきです。让神的家有粮。それで神の家に神食料があります。会打开天上的窗户。神は天の窓を開いてくださいます。把这个福气倒给你。その恵みを注いでくださいます。那有的人他没有这个信心。しかしある人は信仰心がない。不明白这个道理。この御言葉を悟らない。所以他没有去做。それで実行していません。所以就是亏损。ですから損をするばかりです。福分没有得到。祝福されないばかりではなく。因为你夺取神的物嘛。というのはあなたが神のものを奪い取ったからです。所以神的物归给神，这是感恩。神のものは神に帰することは。也是乐意的奉献。恵みを感謝することです。神给你还有十分之九。神は十分の九をあなたに与えています。那是十分之一，不是损失哦。しかし十分の一は損ということではありません。神はなおさら祝福してくださいます。実行しないと。你就是亏损了。それはあなたの損です。所以这个叫做福分跟咒诅嘛。それが祝福と呪いです。我们今天对道理要甘心乐意。御言葉を去遵循。喜んで守るべきです。神没有给你压力。神はプレッシャーを上げていません。也没有给你重担。また重荷もかけていません。有的人对神很会计较。神と取引をしている人がいます。说神的家有粮，这个教会负责人哦不会理财了。我帮他投资好了。神の家に食料がありますから、責任者は。我如果赚多一点，再拿过来奉献。私はたくさん儲けて、献金すればいいと。但是这个就是没有全然送入仓库。しかしそれは全部を神の国に収めることはないです。你用自己的意念、自己的想法。自分の考えを持って、しています。其实我们要了解教会对这个财务的问题都是很清楚的。教会は、財務のことについて、因为这是神的物，你不能夺取啊。神のものだから、奪い取ってはいけない。有的人说犹太人很会计较。ユダヤ人はとても、他们也很会赚钱。たくさんお金を儲けてます。所以本来卖50块变成卖49块。
50件のことが40件、まあ、人の心をつかんで、本来卖200块的卖199块。200元のものを199元の。你觉得200块很多吗？199块比较少。200円が多いと思って。虽然差一块。まあ一元の差ですけれども。但是他很会赚钱哦。しかしよく儲かっていますので。那犹太人跟神也很会计较。ユダヤ人も神に対して同じことをしてます。所以曾经有一个故事这样讲。ですがある物語ですが。有一个犹太人。あるユダヤ人。他向神祷告。神にこう祈りました。说神啊。神よ。啊，这个是你的钱。これはあなたのお金です。所以我要把它奉献给你。あなたに捧げます。今天我丢上去的就是你的。今日あなたにあげるのは。あなたのものです。如果掉下来就是我的。もし落ちたものならば私のものです。那有没有真心？有没有诚意呢？本当に心を持ってささ捧げているのか。丢上去的都是神的。投げるのが神のものです。但是掉下来就是我的。しかし落ちたものは私のものです。我们跟神没有必要这样计较。神にはこういうことをしなくていいです。好像大卫在历代志上29章讲。ダビデが歴代詩篇の29章の中でこう言いました。神啊、我主よ、私は何者であるか。我的百姓算什么？私の民たちは何者であるか。乐意奉献。私が喜んで捧げ物ができるのは。这都是从你而来的呢。それはすべてあなたがいただいている。我只不过从你而来的献给你。あなたからいただいたものをあなたに捧げるだけです。ある子供で子供が。哦，父母给他一包糖果。親から、飴をもらいました。哦，这个小朋友再拿一个糖果给父母吃。一つ摘みの飴をもらいました。で、自分の親に一粒をあげました。父母需要这个糖果吗？親はその飴が欲しいですか？他也不是需要这个糖果。欲しがることはないでしょう。但是他可以看到这个小孩子很可爱，他还是会把这个糖果拿给父母兄弟姐妹尝一尝。しかしこの子供は本当に可愛くて、自分だけではなくて親や兄弟たちにも分けます。その気持ちがあれば、你得到的会更多。もらったものはたくさん、もっとあります。神看我们也是一样。主も同じように見ていらっしゃいます。那我们再看以西结书。エゼキエル書を見ましょう。以西结书四十四章。エゼキエル書の44章。44章。啊，四十四章的第五节。耶和华对我说：“人子啊，我对你所说，耶和华殿中一切典章法则，你要放在心上，用眼睛看，用耳朵听，留心殿宇跟圣地一切出入之处。”以西结书在谈荣耀的圣殿。エゼキエル書は境のあるお宮について話しています。那这个就是指今天的教会。これは今日の教会を指しています。那神对以西结说，也好像对我们说。神がエゼキエル言った言葉は私たちに向けて言っているようなです。哦，这个教会的事你要放在心上。教会の ことを心に留める。好像保罗说我为教会挂心呐、啊。パウロも自分教会のことで为什么他会挂心？なぜ気にかかっているのか？有谁软弱我不软弱？弱いもの誰が弱いのか？有谁跌倒我不着急？つまずいた人がいれば私も焦ります。教会的事他放在心上。教会のことを自分の心に留めています。今天我们的教会也是一样。私たちの教会も同じです。哦，有的人说啊，教会的事是传道的事。教会のことは伝道者のことだと。哦，是长老执事的事。あるいは長老執事のことだという人がいます。那其实我们都是神家里的人。しかし私はみんな神の家族。其实是我们每一个人的事。私たちそれぞれみんなのことです。哦，教会有长执、传道、负责人。教会に長老執事責任者がいます。那我们要帮助他。助けなければなりません。同心合意、兴旺教会。心合わせて、教会を境にする。然后你要用眼睛看哦。また目で見ます。就是要观察。すなわち観察する。我们今天的教会需要什么？教会に何が必要であるか。然后用耳朵听。また耳を傾けます。听就是去了解他。聞くことは理解することです。要留心圣殿出入之处。
心宮に何があるか何が必要であるか今天教会或许有软弱的地方教会に弱いところがあるか你要防备魔鬼的攻击悪魔の攻撃を今天よく防備します有信仰的破口信仰の破れ口があります有家庭的破口あるいは家庭の破れ口があります那我们怎么去堵住どうやって塞ぐのか去挽回这个软弱的弱った人を挽回するのか能够勉励灰心的くじているものを甚至于有的人你要从挽回するのか火中把他救出来あるいは火の中からその人を救い出す这个就是教会的事就是众人的事教会のことはみんなのことです所以你要用眼睛看用耳朵听ですから目で見て耳を傾けます放在心上自分の心を留めます跪下来祷告祈ります膝为教会祷告教会のために祈ります有的人关心教会是用批评的ある人は批評を持って批评这个批评那个これを批評するし但是没有帮助啊しかし全然役に立ちません我们要多鼓励よく励ますべきです。多肯定。肯定すべきです。其实有的弟兄姐妹很热心的。ある信者はとても熱心です。一般的弟兄姐妹都是用感恩的心来侍奉神。普通の信者は感謝の気持ちで神に。有的人在家里不用做事的。ある人は家で何もしていません。因为他有情人啊，帮忙家里的事。人を雇っているからです。但是他来到教会不一样呢。しかし教会に来ると違います。哦，教会安排他扫厕所，他也去扫厕所。教会にまあトイレ教会安排他清洁，他也清洁啊。まあせあるいは掃除するということもちゃんとやっています。恵みだからです。他在家里都不用做事的。家では何もしなくていいです。为什么来到教会要帮忙这个帮忙那个？なぜ教会に来たらこれも手伝うしあれも手伝うのか？他觉得哎，这个是神的家。ここが神の家だからです我们一起来关心一緒に関心を寄せるべき所以一到教会感觉很温馨ですが教会に来ると温かく感じます而且有一股热气またそういう熱気があると感じます听到谁生病了誰が病気になったら我们就帮他祷告お祈りします这个家遇到困难この家庭が困難に遇到这个灾难あるいは災難にありました弟兄姐妹都伸出援手兄弟姉妹は支援を与えています帮助他度过困难その困難を乗り越える越えられるように这个教会就是家就是有一体的精神教会は神の家で一体の精神が有一家的观念一家族の我们教会是这样子的教会はそうです我们全世界的教会全世界の教会は有的他们要买会堂まあ教会をどう購入することもありますよ大家帮助他みんな助けます几年后就度过这个难关了何年経ってその困難を乗り越えることができます哪个地方有地震ある場所は地震がありました台風がやってきました有某一个信徒家火灾了あるいはある信者の家が火事に大家都很关心他みんな関心を寄せています就度过这个难关それでまあその哪一个信徒生病了ある信者が为他祷告病気になって这个很奇妙みんなお祈りします就是我们教会这种属灵的精神教会の霊的な精神です因为我们把它放在心上心に留めているからです。这个跟外面不一样的。これは予想と同じことではありません。所以曾经有一个教会的牧师说：“你们教会很团结啊。”ある他教会の牧師はあなた方の教会は本当に団結していると。哦，有一年刚好1999年9月21日台湾大地震的时候。1999年9月21日政府部门有招这个基督教单位去开会政府はキリスト教の人たちを集めて会議に我们教会是派传道去的本教会は伝道者に行かせました有的教会是派什么公共关系主任去的他の教会は、まあ、別の人を使わしました他有的教会就觉得你们这些教不一样他の教会は新約教会は違っているなと这个动员力很强本当に
就是信徒的整合团结力量很强。信者たちの団結力がすごいなと思いました。他们感觉得到。彼らが感じました。所以我们的教会真的是属灵一家。私たちの教会は本当に霊のうちにある一家族です。看传道书。伝道の書を見ましょう。第七章。七章。传道书第七章。伝道の書の七章。第二节。二節。第二节这边告诉我们。二節では。死是众人的结局。死は全ての人の終わりです。活人要把这事放在心上。生きている者はこれを心に留める。我们人都希望平安健康。みんな平安無事で健康であることを望んでいます。長命百歲、あるいは長生きすることも望んでいます。可是我们的生命多長呢？しかし命はどれくらいあるのか。詩篇九十篇说七十强壮得到八十。詩篇の九十篇で、70歳です。转眼就过去了。強いものが、80歳になる。所以詩篇三十九篇就讲。詩篇の三十九篇で。说神啊，你让我知道我生之中。神よ、私の終わりを知らせてください。让我知道我的生命几何。私はいつまで生き残るか知らせてください。因为我们的生命不长啊。というのは私たち命はそれほど長くないからです。世人忙乱好像幻影。世の人々たちが忙しくて、积存财宝将来有谁收取呢？自分の財宝を蓄えても誰がそれを取るのか。神啊，我的指望在乎你啊。神よ、あなたの私の望みはあなたにあります。所以我们人一生当中。ですから一生の間。真的没有几个十年呢。本当に。いつかの10年もありません。马上转眼就过去了。あっという間に過ぎ去ってしまいます。但是当我们在一生的年日里面。しかしこの一生を通して。我们是不是把生死放在心上呢？私は本当にこの生と死の問題を自分の心に留めているのか。传道书第三章就讲。伝道の書の三章では。他说生有时，死有时啦。生まれるに時があり死ぬるに時がある。十一節又说。十一節では。神造万物各按其时成为美好。神はなされることは皆その時にかなって美しい。神把永生放在人的心里。神はまた人の心に永遠を思う思いを。那神从始至终的作为人不能渗透。人は神のなされる技を始めから終わりまで。那第八章第八节说了。八章の八節では。你没有权力掌管你的生命。自分の命を司ることはできない。把你的生命留住。自分の命を免除することはできない。你也没有办法掌管你的死期。あるいは自分の死ぬことを司ることもできない。所以我们的生命。ですから私たちの命は你不能掌握。司ることはできない。你今天活着。今日は生きています。但是什么时候死临到我们不知道。しかしいつ死ぬかわからない。大卫讲过我离死只有一步而已。ダビデがこう言いました。私は死と一歩の距離だけです。有时候刹那之间。あっという間に。生命就没有了。命がなくなります。所以我们要活在神的面前。ですから主の御前に。生きるべき。活在神的爱中。神の愛の中で生きるべきです。而且你要活在神的恩典里面。また神の恵みの中で生きるべきです。有人曾经这样讲。ある人はこう言いました。当你二十岁的时候。二十歳の時。可能你很认真读书。あなたは勉強に励んでいます。你拼你的学历。学歴のために励んでいます。但是三十岁了。しかし三十歳になると、你拼命赚钱，金当然就看你的能力嘛。勤めています。もちろんそれはあなたの力によります。四十岁就看你的资历。で、四十歳になるとあなたの経歴を見ます。五十岁钱赚够了，看你的财力。五十歳になってお金がたくさん儲かってて、但是六十岁人生过百，过半了。60歳になると人生は看你的体力了啦。半分になってて、その時は体力を見ます。到70歳就看病例。40歳になると
70歳になると80歳以後大概就開始看月曆80歳になると暦を見ます。有時候今年在明年不一定在今年が生きていても来年は生きるとは限りません。人常常就是这样子。人間はいつもそうです。你70歳还可以走在路上哦。70歳の時は歩くことができます。80歳腿会比较酸了。80歳になると足腰が弱くなる。その時は椅子に座っています。躺在床上比较舒服。90歳になるとベッドに到了100寝ることがいいです。就准备钉在墙壁上。壁にかけられます。写真が有一张照片。写真が残ります。好看一点的一番いい写真を残してください。人家怀念一下。それで、みんなが思います。就钉在墙壁上啦。壁にかけられるからです。最近我们在整理教会的照片。最近教会の写真の100周年のために100周年のために聊天写真を他说哇这个照片在看的时候那个坐第一排的都不见了呢。写真を見ていると一列目に座っている人たちはみんないないんです。然后他们又讲また言います。我看以后照相不要坐第一排。じゃあ写真撮るとき一列目に座らない方がいいですよと。第二排就不会走吗？じゃあ二列目の人が也是会走亡くならないですか？やはり亡くなります。问题就是说你活着的时候問題は生きている間你要掌握什么何を司るのか。当你走的时候あなたが世を去るとき你又留下什么何を残すのか。人的一生当中有来有去人生の間は来る時もあれば有生有死啦去る時もあります。你要放在心上そのことを自分の心に留めるべきです。我看过那个陆英华老师的一本书他写了三本陆英华という先生の三冊の本を読んだことがあります。癌症、他癌症、癌にかかりました。他要動手術。手術を受けます。他跟医生讲。先生に言いました。我可以跟孩子讲个话吗？子供に話してもいいですか？医生说可以啊。先生はいいですよ。因为你手术哦，生死不知道。手術を受けるから有的人进去出不来了。死ぬのかわからないから。所以你跟孩子。先讲讲话，我再进去。子供にまず話してから手術を受けようと。結果他要进去之前跟孩子讲什么话呢？手術室に入る前に子供に何を話しましたか？他叫他孩子来。子供を呼んできました。说妈妈要进去手术了。お母さんはこれから手術を受けます。我留给你3000万。あなたに3000万を残します。第一个一つ目は千万不要离开神絶対神から離れてはいけない。第二个二つ目你千万要记得要孝敬你的长辈自分の目上方を親孝行します。第三个三つ目です。你要注意自己的健康千万要注意自己的健康自分の健康を你没有健康你什么都不能做何もできない。所以第一个是信仰，一つ目は信仰。第二个是孝顺，次は親孝行。第三个就是健康，三つは健康。他留给他3000万，それがその三つのことを残しました。有的人说哇，这陆老师那么好，给孩子留了3000万。この先生はいいなと思って自分の子供にたくさんのものを残したと言われるものがあります。你也可以留给你的孩子。あなたもこのことを自分の子供に残していいです。不止3000万。この三つのことだけではなく、你给他5000万、6000万都可以。5つか6つのことを残してもいいです。但是你千万要交代清楚。しかし、絶対所以要放在心里。言ってください。那愿主耶稣祝福大家。主の祝福がありますように。能够平安、健康、喜乐。皆さんに平安、喜びがありますように。唱诗。